今回はローカルグレードとリモートグレードについて見ていきたいと思います。ローカルとリモートって言い方がね、自分は昔はちょっと拒絶反応があったんですけれども、世には何かっていうと、やりながら説明していきましょう。ちょっと今下ワークスペースがごちゃごちゃしているので必要なものだけにしちゃいますね。ワークスペースからページを表示で、とりあえずカットページいらない、フュージョンも今回使わない、フェアライトも使わない、これだけにしておきますね。で、エディットページに行ってもらって、で例えばこの素材、これインタビュー素材なんですけれども、1本の素材ですよね。でこれを例えばブチブチ適当に切って、4つのクリップに分かれたとします。で今これローカルバージョンで、作業しているんですけれども、その証拠として右側を押してもらうと、ここのローカルバージョンの下にバージョン1のとこチェックがついてますよね。リモートバージョンの場合はこのリモートバージョンの下のこのバージョン1のとこにチェックがつくはずなんですね。なので今ローカルバージョンを使っているっていうのが分かります。この状態で例えばじゃあローの設定を変えてみましょうか、200にします。ISO 200にして、分かりやすいようにじゃあもうイン温度も変えちゃいましょう、コントラストもねグッと変えちゃいましょうみたいな。でやると個別のクリップにカラーコレクションがかかりましたよね。これは実は一続きの素材なので、例えばこういう素材の時にじゃあこれをいちいちこうコピーしていくのかみたいな話になってくるじゃないですか。でもどうせやったら同じ素材は同じカラーコレクションというかね、カラーグレーディングが適用されてほしいですよね。という時に役立つのがリモートグレードってやつなんですよね。はい、じゃあ一回ちょっとこれリセットして、で今度はリモートバージョンに切り替えて作業してみたいと思います。リモートバージョンに切り替えるにはここのリモートグレード使用、これをねどれでもいいです、どのクリップでもいいので右クリックしてリモートグレード使用を選びます。そうするとこれ同じクリップに関しては下に矢印みたいなマークがついたの分かりますかね。でこの状態で例えばクリップまた同じように ISO200 に下げてみて、もう分かりますよね。これ同じ素材は全部色が変わってきましたね。まあローだけじゃなくてカーブでこうやったりとか、はたまた、じゃあこの分かりやすい変なラットをかけてみましょうか。ラットをかけたりすると全部同じカラーグレーディングが適用されたのが分かりますよね。これがリモートグレードの特徴なんですね。つまりどういうことかっていうと、ローカルグレードっていうのはクリップ個別に対して行うカラーコレクションで、リモートグレードっていうのはマスタークリップに対して行うカラーコレクションっていう違いになるんですよ。なんとなくそれでこう理解ができますかね。でもっと言うと、これリモートグレードを使用している時っていうのは他のタイムラインも、例えばオリジナルに行ってみましょうか。このオリジナルのタイムラインを例えば今ローカルバージョンになってるんですけど、これもリモートグレードを使用、リモートバージョンにしてみると、はい、ここ色は変わりましたよね。じゃあもう一個違うタイムライン、こっちも同じ素材を使ってるのでこっちもリモートバージョンに変えてみましょうか。リモートグレードに変えると同じ色が適用されたのが分かりますよね。要するにリモートバージョンを使うとマスタークリップにカラーが適用されるので、全てのタイムライン、このプロジェクト内の全てのものにおいて同時に色が、同じ素材だったらば全部ねそのカラーグレーディングが適用されるっていうモードになります。ここら辺を使い分けると非常に便利ですよね。今みたいなこのようなインタビューみたいなね、同じ素材バシバシ切っていくようなものであれば、もちろんねリモートグレードでやった方が役に立つしっていうのがあると思うんですよね。であとはもうリモートグレードとローカルグレードっていうのは常に切り替えることが可能なので、例えばこっちのタイムライン2ではリモートグレードでやったけれども、タイムライン1ではこっちはやっぱり勝手に色変わってほしくないのでローカルグレードに切り替えたいと思ったら、どれでもいいので右クリックしてここをローカルグレードを使用に変更すると、即座にローカルに個別の調整ができるようになるので、ここら辺を切り替えながら使っていくっていうのがいいと思います。
で一方でリモートですでにもうカラーグレーディングしていたものをローカルに引き継ぎたいって時は普通にここの右クリックしてローカルにリモートグレードをコピー、これを選べば今そのままねこれローカルバージョンになってますけれども、リモートの時にねやったグレーディングっていうのがローカルに引き継がれますので、これで例えばよいしょね、個別のクリップを変えたところで今度はねこっち側には影響しないでこのクリップが変わりましたねということが可能になります。あともう一つ、このシーケンスでは基本的にはリモートグレードを使っていきたいんだけれども、この1カットだけ個別に変更したい、ローカルにしたいっていう時はその時だけこの個別のクリップを選択して、このローカルバージョンのバージョン1っていうのをロードするとここだけがローカルに切り替わります。なので下見ていただくと分かると思うんですけど、このね3つに関しては矢印がついてリンクされてる感じになってますよね。つまりこの3つは同一の素材っていうふうに認識されてますよと。ただ今このクリップだけ右クリックしてこのローカルバージョンの方をロードしたので、これだけ今ローカル、つまり個別クリップのグレーディングになってますっていう使い分けもできるので、このあたりを理解していくとだいぶリモートとローカルの使い分けができるようになると思いますので、参考にしてみてください。で最後にダヴィンチリゾルブのデフォルトではこのローカルグレード、ローカルバージョンの方がデフォルトになってます、ね、ここにねバージョン1のところにこのローカルバージョンのところにチェックついてますよね。でこれをもうプロジェクト単位でもう最初からリモートにしたいよと、マスタークリップの方で、いじくりたいよっていう場合はプロジェクト設定開いてもらって一般オプションに行ってもらうと、ここですね、タイムラインの新規クリップでローカルバージョン使用、このチェックを外しておくともう自動的にタイムラインを作った時点でリモートバージョンになりますので、ここのねオンオフも覚えておくといいと思います。デフォルトではチェックが入っているので、ローカルバージョンになっています。ということで、ローカルとリモートっていう言葉はね、拒絶反応を起こす方もいると思うんですけど、いや分かんない、僕だけかもしれないんですけども、ローカルイコール個別クリップへのカラーコレクション、リモートイコールマスタークリップへのカラーコレクションっていうようなイメージを持っておくと理解しやすいのかなと思います。ぜひここのねローカルとリモートっていうのを使いこなして、自分のやりやすいグレーディングを行ってみてください。今回のチュートリアルは以上になります。